ヨゼフ・ドブルフスキーは、チェコの文献学者、歴史家、チェコ民族再生運動の最も重要な人物の一人、ソルニツェ出身の職業軍人役部ドブラフスキーの息子として、ハンガリーのバラシュシャジャルマトで誕生する。まもなく両親は、西ボヘミアに移り、ドブルフスキーは、 コルショフスキーティーンでドイツ語を話す環境で育てられ、それから、ハブリーチュクーフブロトにあるギムナジウムでチェコ語を収める。さらに、クラトビにあるイエズス会の学校で学んだ。ギムナジウムを卒業した後、哲学や進学をプラハにあるカレル大学で学ぶ。1772年にイエズス会へ入会し、インドでキリスト教の布教を遂行するための準備をしていたが、翌年、 教皇クレメンス14世の直所、ドミヌス学レデンプトールが発せられたことから、ボヘミアのイエズス会は、解散に至り、取り消しになった。ドブルフスキーは、プラハに戻って、進学の研究を続ける。学者、ヨーゼフスティプリングの推薦を受けて1776年から、ノスティッツ伯爵家の三重施世場で、家庭教師として務める。彼は、 プラハ大司教のビルヘルム・フロレンティン・フォン・ザルム・ザルムから除解を拒否されるけれども、1786年にフラデツ・クラーロベイ司教であるヨハン・レオポルト・フォン・ハイに、よりローマ・カトリック司祭の除解を受けた。オロモウツ近くにあるフラジスコ修道院の総合神学校で1787年から1788年にかけて副学校長を、それから1789年に、 学校長を務めた。しかし、ヨーゼフ二世死後の1790年に神学校の廃止により、役職を失ったことからプラハに舞い戻り、主にのスティッツ宮殿で家庭教師として生活する。カレル大学で教授職を得るため奔走したが、うまくいかなかった。この間、チェコの言語や文学、スラブ書語、さらに考古学やチェコ史を探求する。 1784年に、チェコ王国科学協会の創設に寄与した。1792年、彼はチェコ王国科学協会に依頼され、30年戦争により、各国に散らばっていた写本を調査するため、ストックホルム、トゥルク、サンクトペテルブルク、モスクワを訪問し、それから、イタリアやスイスに向かうノスティツ伯爵に同行するため、帰国した。 1818 18年、国立博物館会館を積極的に参助する。彼は1829年に、ブルノの地域図書館で研究していた頃に病を発症し、死去した。ヨゼフ・ドブルフスキー・プラハのブルタバ川のカンパ島にある、ヨゼフ・ドブルフスキー像ドブロフスキーは伝統に則っ,った、聖書のテクスト研究者として出発した。1777年、 プラハのユダヤ人社会について研究テーマとした最初の概説書、ヘブラエ語志向のプラハ断片は彼の名をとって名付けられた。ヒューレカ・リアグニュー、オリジンズ・オブ・ザ・チェック、ナショナル・ルネッサンス、ユニバーシティ・オブ・ピッツバーグ・プレス、1994、P82、マイナー・プラネット・サーク、49,283。ありがとうございます。